問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。静かに突入する。水のように動け。音を立てるな。突入する。今月もこの調子か。道は一体いつまで続くんだ。静かに。どうでもいい。近道をする気。水のように動け。何か考えつかないと。音を立てるな。突入。刀を使うか。隠れた方が良さそうだ。上から攻撃だ。みんな集まれ。道がないぞ。静かに。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。音を立てるな。上で死んでいる。こっちはまずいな。道はまっすぐとは限らないな。水のように動け。静かに。そこには行けない。くぐり抜けるか、それとも暗殺するか。俺のことは見なかったことにしろ。さあ行け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。突入する。静かに。こっちも閉められたか。撃たれるなよ。通り同時学園の術。素早く。刀が血を欲しがる。俺が音を立てる。今のは俺がいただく。そうだ。妙な音だ。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。失敗は許されない。我慢できんだろう。刀を使われば、うん、急ぐぞ。向かって風切り。この大砲使えるかもしれない。終わった。容易ではないな。よかろう、お供しよう。そいつはありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだが、なあ、好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。門がある。ここから入るべきか。門の向こうに護衛がいる。迂回して壁を登れる場所を探す。壁を登るだと。鎧が重すぎるか。心配するな。中から門を開ける。目立つところに死体を残さないように。守りが手薄な場所。侍やたる家の中に立つ。忍びに襲わる日が来るなんだよな。早速戦闘か。刃が血を欲しがっている。もうすぐだ。なんてことはない。大将、直ちに戦だ。多山一殺。急がねば。ここに増員を送ろう。剣術、計画通り一撃。死が如くだ。これ以上すない。素晴らしい技だ、隼人殿。お主の班がもうないとは惜しいことだ。そうだな。あんたも思った以上にやるじゃん。ん？お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。早く。いいだろう。まだ準備。せっせっせっ。勝利は我らのものだ。
を入れるな。おとりが必要だ。これは何だ。大砲に注意しろ。酒に飲まれよ。刀が血を欲しがっている。上様の、うん、終わった。死に立ち向かえ。良い戦略だ。上様のために。動くぞ。網笠をかぶった見張りが見える。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴。承知した。今のは直ちにそこに向かう。我らは勝利を収めるであろう。危なかったな。失敗は許されない。大砲に注意しろ。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。剣術。刀を使われば終わりだ。いや、通りすがりの俺がいただく。向かっているぞ。ギリギリだぞ。おうおお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ任せな。気をそらさないと。兵を切って瓦礫を片付けさせる。今のは効くのだぞ。立ち風。やい、迅速に動け。上様のための戦だ。直ちに。死が訪れた。直ちにそこに向かう。なんてことはない。十分だろうか。幼児学園の術。気をそらさないと。ここは通さんぞ。何か聞こえたぞ。俺が音を立てる。あの音は忍び。幼児学園の術。見つかるな。我慢できんだろう。酒に飲まれた。やるじゃねえか。じいひょうきんな御仁ではあるが、我が兵に師としてお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて。死に立ち向かえ。計画通りにした。ここで半分といったところか。うん、見事な腕力だ。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら浅めちまいじゃろ。急がねば。はしごが必要だ。我ら戦争など同じだ。名誉の死ならばそれもまたよし。任せて。死んでもよく見えるわい。